大丈夫か？おい、大丈夫か？怪我したか？いや、別に撃たれたわけじゃない。あんたは？502連隊だ。どうしようもない家庭に生まれたろくでなしなんてな。あんたは？ケビン。なあケビン、運命を信じるか？俺たちは使命を持ってこの世に生まれてくるっていう。レゲット、このことは誰にも話すんじゃないぞ。なぜ？お前、リンチに会うぞ。秘密が俺にはあるんだ。コーヒーは？そう、総長が呼んでますよ。お前はフランキー、運命を信じるか？ああ、またそれか。コーヒーでも飲むかな。どうなんだよ。信じないね、全てが運命なんて。バカバカしい。よく考えてみろよ、マジで。10キロもある銃をそうそう簡単に撃てるか？寝ぼけてんのか？俺を見ろよ、バズーカを持ち歩いてる。何かあったんですか？あれはホール中佐だ、マット。な、どうして？なんて？こいつが家だらけだ。ホワイトワン、支援を頼む。聞こえないぞ、オーバー。こちらキックオフブルー、敵が多すぎる、支援が必要だ。機関銃、迫撃砲、ヤホー、ものすごい攻撃だ。どんな状況になっても気にするんじゃない。とにかく息が続く限り、その無線機に向かって怒鳴り続けるんだ。絶対に頭を上げるな。こちらキックオフブルー、誰か聞こえるか？どうなん、頭を上げるんじゃない！ドラン！ドラン！友軍機が撃ち始め、中佐は識別パネルのところへ。中佐は他の奴の後ろで、それで作業をしていた。一体？俺にはさっぱりわからない。中佐がその作業中に銃声がした。狙撃兵には逃げられ、窓際に痕跡があっただけだ。狙撃兵はそこにいたはずだが、見つからなかった。そうですか。かけるっていうのか？ロゼリーに一口だ。レッド、ちょっと話があるんだ。これは大きな損失だな。そいつは仕留めたか？大佐。何かね？偵察部隊の目的地についての指示は？君から直に伝えたいのだろう、総長。はい、できることなら。一体なんで？いくらなんでも無謀すぎるんじゃないか？部下たちを救おうとしたんだ。中佐がいなければどれだけ死者が出る。戦いはまだ続くんだぞ。だからって部下なしで中佐だけいても仕方ないだろう。士官の命は兵隊何人分だ？20人か？もっとか？そんなこと言うまでもねえよ。何か問題か？お気遣いなく。命令は？アイントホーフェンへ行き、シンク大佐と506連隊に合流せよ。第30軍団と共闘だ。以上。他には？俺に言えるのはただ一つ、争いは敵とだけにしろ。この2日間口の中は砂だらけだが、まあいいさ。ジープのおかげで歩かずに済むんだから。俺はいつ運転できる？トラクターが配備されたらさお前らはこのジープで88ミリの背後に回り込め。場所はこの先だ。
戦場を突破し、境界に監視所を築いて敵の不意をつけ。奇獣に制圧射撃だ。移動しろ。待って早くあそこに行け。これで動けない。よし、みんなこっちだ。さあ行け。やってみやがれ。ほらやってみろ。ついてこい。パドック、あそこへ。やってみやがれ。行くんだ。パドック行け。止まるな。さあ、集まれ。集まれ。
集まれ、みんな。あっちだ、急げ。こっち。奴が狙撃を始める前に上に上がって片付けよう。あそこに隠れろ。あそこへ急げ。あそこだ。パドック、ほら行け。離れるな！